What's up, guys? Ken です。ガストです。これね、はい、今回はですね、こちら、プリズナージャケットね、紹介したいと思います。はい。シルエットいいんですよ。シルエットいいね。これは、まあ、ディティールなすぎて、逆にそれがいいみたいな。ということはね、こちらのプリズナージャケットなんだけど、名前の通り、そう、囚人が着てたジャケットなんだよね。そう。でも、デッドストック。そう。そう。アメリカの囚人が着てたやつ。うん。まあ、それ聞いたらさ、うん、もうテンション上がるんですよ。かっこいいね。かっこいい。でもちょっとなんかデッドストックの方が嬉しいね、うん、そうだね。これは確かに、なんかね、確かにそれはそうだね。着てたら嫌だもんね。なんか囚人着てたやつ着たくないなみたいな感じになるから、うん、これはまあデッドストックで、うん、もうほぼあれだよね、もう全然新品。デッドストックだから新品だよ、うん、でもまあ年代は、70年代ぐらいなの、多分70年代ぐらいだと思うんだけど、うん、まあそこは確かじゃないんだけど、うん、まあかっこいいよね。まあね、昔のさ、プリズナージャケットとか、プリズナー関係のものってさ、やっぱりその白黒のボーダーとか、しましまね、うん、ってイメージがすごいじゃん。うん、でね、これまあ、今回ね、紹介するんだけど、うん、これもね、やっぱよく、言われなきゃ分かんないじゃん。そうだね、分かんないね。そう。だけど、しましまは分かっちゃうもんね。そう。うん、でも言われたら、確かにこの色、囚人っぽいなっていう感じもあるじゃん。確かにね。そう。でも、正直、アメリカの、その、囚人は、オレンジの、今はオレンジの、めっちゃ蛍光色みたいなやつ着てる、ね、うん、イメージあるけど、うん、これはさ、地味すぎてさ、うん、なんか逃げてもさ、うん、分かりにくいっていうか、あ、そうとか、逃げちゃいけないから、逃げても、ね、だって昔はしましまだったら、もう完全にあいつさ、着てたらおかしいじゃんなるじゃん。しかも今もオレンジだったら、逃げたら、絶対そうじゃん、確かに。でこれはなんか、馴染んじゃわないっていう。確かに、それそうだね。ね、うん、でいいのかなって感じなんだけど、うん、普通にシンプルだし、そう。前なのかな、オレンジとかの、うん、そのつなぎみたいの、うん、上に着んのかな、羽織るのかな。そうだね、ちょっと寒い時に着んのかな。うん、もしかしたらね、うん。あんまそこはね、詳しくないんだけど、うん、でも普通になんかシンプルだし、うん、めっちゃ着やすいと思うんだよね、これは。そう。うん、で、後ろ、まあ、まあ普通にこんな感じなんだけど、うん、特に何もディティールないよね。そう。だから正直ミリタリーとかはさ、そのめっちゃディティール凝ってたり、うん、その機能的じゃん、うん、でも正直プリズナーだから囚人にいいもの着せてもさ、ね、あんまりじゃん。そうだね。だからすげえ簡素化されてるんだよ、ディティールも。そう。でもまあ面白いんだよね、このやっぱりステッチとか、うん、まあボタンはね、これ見てもらったら分かんないけど、うん、この1970年代とか、まあ、そこら辺のさ、あのストアブランド、うんうん、例えばあのシアーズとか、うん、あの何モンゴメリワーズとか、のボタンを使ってんだよね。そう、だから既製品のボタンを、うん、多分安いから、うん、それ仕入れて使ってるっていうね、うん、そう。だから多分古着好きな人とかだったら一回見たことあると思うんだけど、うん、あるよね、これは。そう、うん、まあ、それもちょっと嬉しいんだよね。なんかね、面白いよね、うん、使われてたんだっていう、うん、で、中はこんな感じ、うん、キルティングですね。そう、うん、でネイビーの、まあ、キルティングになってるんだけど、うん、まあね、あの真冬は正直これきつい。これ絶対無理でしょ、真冬は。そう、そこまで保温性は正直ないんだけど、うん、でしかもこの触った感じ、うん、なんだろうな、そこまで高級感もないし、そう、正直言えばチャッチーンだよね、結構。そうで、ステッチとかもよく見ると、うん、チャッチーンっすよ、これね、まあ、それがちょっと可愛い感じだし、うん、綿もそんな入ってない、うん、そう、その多分あんまコストかけたくないじゃん、うん、だから多分節約で少量入れて縫ってるみたいな感じなんだよ、多分、うん、でまあこの腕、うん、腕がねこうなってて、まあ、わざとロールアップしてんだよね。そう、 これね、こっちの方がね絶対可愛いんだよね。ロールアップしないと、うん、普通の本当作業着みたいな、うん、作業着もかっこいいけど、なんだろうね、この今のなんかディティールなすぎる作業着みたいな感じじゃん、うん、あれだよね、囚人って結構いろんなディティールつけると、うん、それ取ってさ、いろいろなんか作ったりとかしちゃうから、うん、もうほんと最低限のディティールしかない、うん、そう。で、だからめくるとこのキルティングがね、いい感じに可愛い感じに、可愛いよね、アクセントになるから、うん、すごいいいと思う。そう、うん、で、まあディティールはね、こんなもんっす、ね、ほんとディティールが少ないんだよ、うん、もうシーティーはほんとこのステッチがね、うん、こう、まあ基本シングル全部、まあ、本当やっぱりそのね、コストかけたくないから、うん、で、まあ、軽くなってて、うん、このさ、何止め、うん、もうチャッチーんだよね、チャッチーな、これチャッチャチャチャみたいな、うん、あんまり普通だったらもっとグワーって塗られてんだけど、うん、確かにちょっとしか塗ってないみたいな、うん、その感じが面白いよね。面白い、うん、でもね、これね、あのね、シルエットいいんですよ。シルエットいいね。結構着丈も長すぎず短すぎず、まあ、すげえいい、うん、あの着丈で、うん、すごいかっこいいんですよ、これ、うん。で、まあ、生地に関しては、うん、
この表記がないから、うん、まあ詳しくは分かんないけど、まあ似てんのがディッキーズのワークパンツなんじゃん、うんうん、あの多分コットンポリそうだねの多分生地だと思うこれ、うん、綾織だもんね、うん、これは、うん、でこれめちゃくちゃシンプルじゃん、うん、見た目が、うん、だから逆にまあいろいろ合わせられるっていうか、そう万能なんだよね、うん、すごい、うん、でもシンプルすぎるから合わせ方によってはほんとなんかあれみたいな、まあね、今のなんかね水道工事の人かなみたいな感じにもなっちゃうから、うん、そこは意外とね、うん、気をつけながら来た方がいいと、うん、そう合わせやすいけど、うん、ちょっと下とかパンツとかでおしゃれにしていくっていうか、うん、した方が面白いかもね、うんでまあ、今回これ来たんだけど、うん、俺そう言いながらあのディッキーズのパンツ履いてワーカーっぽい感じにしちゃったけど確かにねまあまあそれでもだからまあねでもそのロールアップっていうか、うん、そのあれだよねそうだねまあ見てもらったらいいかそうね、うんうん、なんで見てください、はい、最後でね、来てきたんだけど、うんまあ、その着る前に話してたことなんだけど、うんまあ、このワーカーっぽいから、うんまあ、でもディッキーズ着ちゃったって言ったじゃん、うん、でもケントは一応そのディッキーズなんだけど結構、まあ、足元を、まあ、そうだディッキーズ履いたそうだね足元特にまあ意識して、うんまあ、コンバースと、まあ、バンズとかがいいかな俺はスリッポン の、うん、あのチェッカーフラッグのやつが好きで、うんまあこれだったらそういうふうに合わせたいかな、うん、で今回ね、うん、まあそのコンバースに合わせて来たんだけど、うん、アメリカ人っていうかまあ俺がサンフランシスコ行ったんだけど、うん、サンフランシスコのまあ俺の友達みたいな感じなんだよ、うん、そのまあ分かるよ、うんうん、そのコンバースしっかりそのバンズのチェッカーフラッグのスリッポンの感じで結構着てる人多いから、うん、まあねでも着て気づいたよね着て気づいたのが、うん、本当それさっきのケントの、うんコーデ、うん、が本当アメリカ人着てるなみたいなそう、まあ、これはさすがに着てないと思うけど、うん、アメリカ人がアメリカの囚人のやつ着ないからさすがに、うん、でもこういう似たようなジャケットを着てんなと思ったねそう、うん、ワークウェア結構着がちプライスというよねそうで足元がやっぱりそのスニーカー、うん、バンズコンバースっていうのが多いから、まあ、一部だけどねその そういうのが好きな人は着てるって感じ、うんうん、でさっき最初コンバース履いたけど、うん、その前に本当あれなんだよねスリバンズスリッパ履いてない、うんでまあそれでも合うし、うんまあ、いろんな着方ができると思います、うんうん、でも本当シンプルだからね、うん、まあなんだろうね別に本当言うことないんだよね逆にシンプルすぎてそうだね、ね、うん、ディティールも別にさそんなさ長キューティングで、うん、普通に生地がこんな感じとか、うん、だからめっちゃ面白いって感じじゃないけど、うん、なんかプリズナージャケットっていうなんかかっこいいっていうかそこのこれ着てたのみたいな感じだよねこれはだから本当にそのプリズナーっていう、うん、そのバックグラウンドがなかったら、うん、これ全然面白くないそう面白さないね見た目の、うん、だからそれがあるからなんかやっぱりいいってなるし、うん、あの何でそのディテールがなすぎて逆に面白いそうそうそう本当そうだと思うそうだからこうちょっとあれだねいつもとは毛色違うけど、うん、いつも本当そのディテールあって、うん、これいいことあるけどって言うけど、うん、これはまあディティールなすぎて、うん、逆にそれがいいみたいな、うん、しかも多分そんなあのいい作りでもないし、うん、
ん、それがいいって感じかな、うん、逆に言えばみたいな、うんうん、でも丈夫だとは思うよ。まあ丈夫でしょ、うんうん、全然破れないでしょこんな、うん、基本的には、うんうん、絶対丈夫では、そう簡素だけど丈夫みたいな、うんうん、で今回、まあでこれ Z ストックだから、うん、まあ多分多少着ていくとさやっぱり経年変化あると思うんで、確かにそれかっこいいかもね、かっこいいと思う、経年変化したら、うん、そうだからまあこれも育てるっていうかまあちょっと着ていきたいと思います、うんうん、でこのプリズナーさ、うんまあ、着てたって感じなんだけど、うん、言えばそういえば、うん、家にそのプリズナー関係のものがあったっていう、うん、あそうかそう、うん、ね持ってくるわ、うん、こちら、はい、これ日本のねやつなんだけど、うん、この前掛け、そうそうここにつけるやつ、うん、なんだけどこれは日本の、まあ、囚人の方が作ったやつ、うん、そうそう、まあ見てわかるんだけどプリズン、うん、でここに刑務所ねで函館にある刑務所のやつなんだけど、うん、こういうのあるんだよね、うん、そうだから結構だって囚人ってまあ向こうの日本もそうだけど、うん、働いてるじゃん中で、うん、でまあいろいろ家具とかさ作ったりとかしてるんだけど、うん、こういう商品とかもあってさ、うん、結構面白いよね、うん、そう、うん、作りいいんだよしかもこれ作りここにちゃんとポッケあるしさね、うんだってずっとやってるからもう職人みたいになってんだよ。そう。うん。いや本当にいい作り物あるから、うん、面白いよねこれ。面白い。うん。でコメントでもさなんか結構教えてくださる人多くて、うん、アメリカのプリズンの人が作ってるジーンズっていうブランドかなあれ。いやブランドじゃないんだよ。どうなんだろうね。多分これこういうやつなんだよ。まあこういう感じなんだけど。そう。それもさすごい面白いよね。ね。うん、作るデニムなんだっていうね。そう。アメリカだなっていうね。うん、いいよね。そう。これはだって日本じゃん、まさに日本だなって感じじゃん、うん、こういう酒屋みたいなのがつけてるから、うん、居酒屋の店員とか作るやつだけど、うん、デニム作ってんだっていうの、うん、すごいよな、うん、だから本当プリズン関係、うん、調べてみてもね、本当面白いと思うんで、うんね、よかったらチェックしてみてください、うん、この動画よかったと思ったらグッドボタンとコメント、あと Twitter、Instagram やってるんでよろしくお願いします。あとね、チャンネル登録もお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイ。